外だ。まだ砂浜がこんなに続くの？いや、浜じゃねえけどな。前は岩山か。迂回していくしかないわね。ここ降りたら東に進みましょう。それでこの後はどう進むんだ？ひとまず下に。怪我は俺が治してやるぞ。倒さないことには進め。俺もそっちに。刀がうずく。三刀流王三千世界。よし、かかってこい。ゴムゴムのガソリンだ。まずい、これだ。俺たちの邪魔すんじゃねえ。今行く。なめんじゃねえ。今がチャンス。待ってろ。くらえ。俺はな。よし、行くか。三刀流王三千世界。うわ、やるじゃねえか。よし、やるか。待ってろ。おい。さ、うお。ちょっとワクワクしてきたぞ。刀の旅にしてまだだ。まだ、まだ。みんなは俺が助けるんだ。どけ。マナーの悪い野郎だ。俺に任せろ。くそ、これだ。覚悟しろよ。行くぞ。くらえ。みんな。さてと。てめえら覚悟はできてんだろうな。今行く。バーストート。俺が相手だ。行くぞ。体が言うことを聞かねえ。あ、俺が。
ナミさん、下に着いたがここからは？そうね、進むなら東ね。地面に荷車の車輪の跡がついているみたいだから、それに沿って進みましょう。なあ、ここまで結構時間がかかってるけど、ビビ、今頃どうしてるかな。そういや、うほー、え、嘘。よかった。うわ、は、ええ、はあ、なに。お前、うん、もうなんだと。ああ、ええ、刀がうずき、三刀流王三千世界。仲間の力を見せてやる。これで元気になるぞ。ボーショット。行くぞ。次はドイツだ。ゴムゴムの。俺に任せろ。俺の蹴り、今行く。マナーがなってねえの。行くぞ。くらえ。どれ。まだだ。これだ。修行には行くぞ。邪魔で。どう。バッ。にしし。よかった。おう。おいおい。ママ。どういうこと？お。あ。あ？おい、大丈夫か？わ？なあ、まずいわ。おう、そうか。そういや、レインベースにいるかもしれないんだった。そういや、レインベースにいるかもしれないんだったな。そうね、一人で無茶をしていなきゃいいけど。ビビちゃん、今行くから待っててね。やってやるぜ。うよっ。よし、勘弁してくれよ。やっと岩山を乗り越えたってのに。
移動性の流砂のようね。規模からして砂の流れる力は桁外れに大きいはずよ。自力で渡ろうなんて考えない方がいいわ。困ったわね。これじゃレインベースに向かえないわ。ビビ大丈夫かな。とりあえずもう少し北へ向かいましょう。でかい岩の割れ目だな。あいつらは俺が片付ける。不足なし。一刀流シッソンソン。これで元気になるぞ。ピヨピヨピヨ。ゴムゴムのブレッド、やってやろうぜ。行く。トレインタフルールフリップ。刃こぼれすら己の一刀流シッソンソン。うん、俺に任せろ。これで元気になるぞ。助かった。よし、行くぞ。ゴムゴムのブレッド。やるか。一刀流シッソンソン。大剣文句し。任せろ。はあ、また歩くのね。よし。大丈夫か、リム。ほら、水飲んだ方がいいぞ。ううん、敵。
やってやるぜ。クロカブト、クロカブト。よし、喉乾いた。見ろ、オアシスだ。え、どこどこ。ああ、水。ちょっとルフィ、勝手に行かないでよ。あ、なんだお前。何だったんだありゃ。どっか行っちまった。ああ、ない、私のへそくりがない。まさか今のすれ違いざまにすったの。信じられない。どうするルフィ、追うか。水飲んでからでいいんじゃねえか。いいわけないでしょ。すぐ追うわよ。私はここで待ってるわ。なんだよ、リムだけ水飲むつもりだろ。違う、私がいるとエイサーは余計に逃げるから。なんか事情があんのか。それは、ううん、私にもよく。とにかくさっき財布を奪ったのはヨイサーという生き物よ。彼らは優しくて弱い、だからこういう悪いことはしないはずなんだけど。だが財布を知ったぜ。そうね、まるでエイサーみたいだった。エイサーはヨイサーと外見が似ているけど、とっても乱暴で人に危害を加えることもあるから。もうヨイサーでもエイサーでもどっちだっていいわよ。とにかくさっきのやつすぐに追いかけるわよ。ちょっとワクワクしてきたぞ。キッコーマだぞ。俺は負けねえ。いくぞ。くらえ。今行こう。来いよ。きっかけのためにして。まだだ。覚悟しろよ。まだ。まだ。来るなら任せて。これでどう。俺だって戦えるんだ。これで元気になるぞ。来いよ。そこどけ。俺に任せろ。何何？悪かった。
言われた通りしないといじめられる。だっていじめられる？誰に？エイサーたちにって言ってるけど、わっ、なんだこいつら。おい、金持ってきたか。何人間と話してんだ。そいつらから金取ったのか。だって同じ仲間じゃねえのか。こいつらは違う。何が違う。同じだ。いじめてやる。その人間と一緒に。いいぞ、相手になってやる。へそくり返してもらうからね。準備 OK だ。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリンだ。みんなで力を。ちょっと痛いの？これで元気になるぞ。ありがとう。霧が、そこどけ。な、マリモのやつ。ありがとう、助かったよ。自分でやり返してもよかったんじゃねえか。大したことなかったぞあいつら。今度は頑張ってみる。え、何？お礼がしたい。どこか行きたい場所はあるかって。え、何？どうするの？俺たちは道に詳しい。あんたたちを迷わず目的地に連れて行ける。そいつは本気で助かるな。うちには迷子になりっぱなしのやつが多い。まったくだ。おめえのことだ、クソマリモ。そこまでにしとけ。で、どうすればいいんだ。行きたい場所を言ってくれれば案内するって言ってるぞ。そうね。じゃあさっきのオアシスまでお願いしようかしら。ありがとう。さすがに道に詳しいってだけあるわね。ああ、他の時も頼みたいくらいだぜ。え、本当にいいのか？何？どうかしたの？この看板があるところでよければ、呼んでくれればいつでも案内するって言ってるんだ。ヨイサーは義理がたい。きっと役に立つ。だってよ。本当に？それじゃ、機会があれば手伝ってもらおうかしら。任せとけ。無事取り戻せたみたいね。うん、もうバッチリよ。そう、よかったわね。はあ、リム、お前先に水飲んだだろ。な、飲んでないわ。ちょっとしか。はあ、別にいいじゃない。
それより早くオアシスに入ってこの先のルートについて確認しないと。いや、お前の財布を取り戻しに行ったから後回しになったんじゃねえかよ。やっと水が飲める。ルフィ、あれを見て。どっかから来たキャラバンみてえだな。それがどうかしたのか。あの荷馬車、アルバーナの町でよく見たものと同じ。おそらくアルバーナの商業組合の馬車ね。アルバーナ？じゃあ、あのリューサを渡ってきたっていうの？そうね。あるいは別…それは大きな手がかりね。ねえ、あなたたち、話を聞かせてくれない？あのリューサを超えられるわけがないだろう。アルバーナに抜ける洞窟があるんだよ。そこをなんとか突破してきたのさ。それ、最高の情報だわ。どうもありがとう。でも、洞窟に行くつもりなら気をつけろよ。サンディー砂漠でもめったにお目にかかれないバカでっかいバナナワニがうろうろしてるぞ。ご心配なく、うちには腕の立つ仲間がいるから。見ろ、キャンプにもってこいの場所があるぞ。飯だ飯。よし、宴だ。にぎやかになりそうね。さてと、行くか。よし、洞窟に行けばいいんだな。もう回復したの？すごい体力ね。お前ら遅れるんじゃねえぞ。三刀流王三千世界。エイバ、任せて。今行こう。これでどうさま、俺いや、
今の力を試すにはうってつけだな。三刀流王三遍世界やるじゃねえか。次はこいつだ。ゴムゴムのガトリンだ。キャッ、俺が万能。みんな行くぞ。涼しい。昼の砂漠に比べたらここは天国ね。あ、ここにもヨイサーの看板があるぞ。おい、面倒だから下に落ちんじゃねえぞ。俺は化け物、強いんだ。刀の旅にしてやる。俺の仲間に手出すな。行くぞ。ゴムゴムのガトリンだ。今がチャンスだ。しょうがない、やりますか。サンダーボルテンポン。トレインタフルール、フリッ。次はないわよ。こんな。やるか。行くぞ。そこどけ。さあ。私たちは任せて。ゴーカスは。よし、そこだ。あ、よし、かかってこい。三刀流王三遍世界ぶっ飛ばす。行くぞ。ゴ
ムゴムのガトリング。ゾロ。キャップ。威勢が良さそうね。刀がうずき。俺が相手だ。腕が鳴るぜ。すぐに黙る。そこまでよ。はっ。まだだ。これ。おぼ。ルフィ、上見て上。ツタがあるわ。いいわよね。おっとっと。 いいわけねえだろ。おっとっと。あれはワニじゃないわね。どう見てもサソリだぞ。いっちょやってやるか。天候の変化にご注意ください。ザンダーボルト。俺は負けねえ。ゴムゴムのピストル。いつでもいいぞ。三刀流王三千世界。あなたたちの相手は私よ。トレインタフルール、フリック。こんなところで倒れてらんないのよ。俺の番だな。ぶっ飛ばす。刀の錆にしてやる。すぐに黙らす。任せて。もう気は抜かねえ。めちゃめちゃ効いたぞ。ここが正念場だ。これで終わりだ。あなたたち覚悟はいいかしら。私が必要ってことね。任せて。仲間の力を見せてやる。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。相手にとどうすっかな。
キャプ。行くなら右か。いや、そっちは左な。よし、かかってこい。あいつうまそうだな。あい、みんなで力を合わせるんだ。これで元気になるぞ。やばいかもな。刀がうずく。一刀流シッソンソン。準備 OK。 いくわよ、サイクロンテンポ。邪魔だ。ゴムゴムのブレット。甘く見てると後悔するわよ。いくわよ、サイクロンテンポ。覚悟しろ。そこどけ。やるじゃねえか。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパー。おう、行くぞ。おりゃ、俺だってやれる。修行にはちょうどいいな。あいつの弱点はどこだ。行く。トレインタフルールフリップ。ゴムゴムのブレット。何やろうっての。行くわよ、サイクロンテンポ。邪魔するなら容赦しないわよ。行くわよ。一刀流シッソンソン。やってやろうじゃない。いくわよ、サイクロンテンポ。刃こぼれすら己の恥だ。一刀流シッソンソン。やるな。
強烈な。すぐにこれでどう。そこをどけ。お前本当力が戻ってきたね。力を試すにはうってつけだな。俺の方はいつでもいいぞ。よし、任せろ。ゴムゴムのみんな。俺に任せろ。こういうとこ進むと大体いいことあるんだよな。ほらな、俺の言った通りだ。よし。あら、パンダだわ。あの動物、パンダっていうのね。初めて見たわ。いや、待つんだリム。あれはパンダなんかじゃねえ。洞窟にまだらに差し込む日差しのせいで部分的に日焼けした白クマだ。
し飯だ飯。お、腕が鳴るな。さあ食え。この特別な一皿だ。